バシッと決まったらね、もう夏を制したも同然なんですよ。丸めのやつとね、四角い感じって、まあ目の形でやるんやけど、これは83,000円ぐらい、もう声裏返るぐらい。はい、本日ですね、視聴者さんに聞いた夏にイケてるサングラスブランドをご紹介していきたいなと思います。ということで、こちらに僕が持っているサングラス、まあ10種類ぐらいバッて並べさせていただいたんですけども、視聴者さんからね、いただいたっていうのが、ちょっと若干持ってないやつもあったりするんですけど、まずはですね、4投票やりました。レイバン、モスコット、DADSR、で、トム・フォード、この4つやったらどれがいいですか。まあ圧倒的に見てもらったら分かる通りレイバンでしたわ。レイバンが 50% 以上人気で、まあ定番なねアイテムっちゃアイテムなんですけども、まあその分以前もどっかで動画出しましたけど偽物も多いってことなんで、あの偽物動画ねこちらありますけども、皆さん気をつけてくださいということがありまして、僕もですね一応3つぐらい持ってはいてるんですけども、まず1つ目はこういうちょっとね丸っぽい感じのやつですね。品番 RB4259F って書いてありますけども、まあこちらがねこんな感じの、まあ目が見えない感じのサングラスというかレンズになってて、おじさん大好きティアドロップっていうのがあるんですね。ティアドロップっていうこういうなんかあのカマキリみたいなサングラスって一時流行ったじゃないですか。もうキムダク大体これつけてるっていうね。ではこれを僕もあの気に入ってねつけてる時もあったんですけども、まあレイバンといえばこれはねガラスのレンズになってるんでこうカン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 になるんですけども、まあさっきのやつはガラスじゃなくてプラスチックなんですけどもね。昔はレイバンはなんかガラスや言ったりしてましたけど、ちょっとこれは重たいですけどね。まあそういったサングラスということになっております。ではそれぞれ皆さんからいただいたね個別の意見っていうのもありますので、まあどんな意見があったかっていうのをですね一緒に見ていきたいなと思います。はい、それではね、危ないデカモードでお届けしていきたいなと思います。流行りに流されていろいろ買ったけど、結局はウェイファーラーに落ち着きましたよ、ということで、タレックスのレンズ入れましたが、人生で欠かせないアイテムとなりました、ということでした。ウェイファーラーもね、僕一応あるのはあるんですけど、これもね、10年ぐらい前に買ったやつなんですけどね、僕ミスってね、アルコールとかで拭いてるんですよ。メガネってね、こういうとこにちゃんと樹脂のね、シリコンみたいなのを磨く用っていうか、その手からす用でやってるのに、アルコールとかしちゃうとね、そういうのがなくなって、どんどん傷入ってくるんですよ。だから僕めちゃくちゃね、傷入ってるんですよ。10年ぐらい前にこれ買ったやつなんですけど、だから皆さんはねアルコールとかでこれは吹かないように気をつけてください。ウェイファーラーってこういう感じですよね。なんか逃走中みたいになってますけども、まああのこれはまあ基本目さえ隠れてたらねサングラス似合わへんっていうことあんまないから、目だけ隠れてたらよくなんか眉毛が隠れてる方がいいとかいいよくないとかで言ったりするけども、まあそんなことよりも目が見えてるサングラスの方がちょっと難しいのでね、まあ目が見えへんかったらまあ基本何でも合うかなと思います。福井県鯖江市で作られてる超光サングラス使ってますということで、これ調べさせてもらってここに画像も載せてるんですけどね、これもねあのいい感じでしたね。結構いい感じだなと思って今度買ってみようかなと思ってるんですけど、福井県の鯖江市で作られているということで、よければお試しくださいということになっておりました。あんまり売ってるとこ多くないかもしれんけども、まあ東京僕ちょくちょく行くんでね、その時ちょっと購入したいなと思います。おもながで仕事柄髭を伸ばせないので、結局一番無難なウェイファーラーに落ち着いてますということで、まあウェイファーラーはねこれ意外と誰でも似合うとか言いながらもあんま似合わんかったりもするんやけどもね、こういうねちょっと丸めのやつとね四角い感じって、まあ目の形でやるんやけど、まあ目が細い人とかはこういう四角い感じのが似合って、目が丸い二重の人とかはこういう丸っこいやつが似合いやすいってよく言われて、まあ顔の形とかみんなに言ったりするんですけど、大長とか丸顔とか言ってるんですけど、あんまり実は関係ないっていうね。そんなことよりも目の形の方がね印象ってめっちゃ変わっていくので意外と大事だよねでっていうところをね教えていただいたりしました。でそれ以外にやったらジェントルモンスター好きです。何それ、ジェントルモンスターってやつ、ちょっと僕分からんけど、もしあれやったらここに画像今出てるかもしれないけど、ジェントルモンスター、ご存知でしょうか。で次の方、正直ですね、3コインズ、300均のフィット感がいいということで、まあサングラスね、まあ見え方とかどうでもいいと、とりあえず形さえかけておけばそれでいいっていう人からしたらね、もうそれそれでいいかなと思います。でまあ次またレイバンのウェイファーラー愛用してますということでね、ウェイファーラー多いです。で昔はレイバン使ってたけど今はジャパンメディアン使ってますということで、まあ僕自身もねサングラス出してるんですけど、もう今年のやつはね結構もうなくなっちゃったりしてるので、まあ、また来年ねあの出した時とか新色出した時は見ていただければなと思います。これが一応作ったやつですね、僕が。これも福井県鯖江市で作ったやつなんですけども、あの購入していただいた方にちょっとお伝えしておきたいんですけど、僕誤りがありました。なんかねタグにね長時間使用しないでくださいって書いてるんだけど、これ発注のミスです。だから印刷会社のミスやって、これ長時間かけて全然問題ないです。ちゃんと検査もしてるので安心して、車の運転もかけていただいて OK やし、長時間かけていただいても気持ち悪くなったりすることはないので、そういうレンズの検査もしてるのでご安心ください。僕のミスで、こうなってます。メールも送ってますけど、また見ていてください。で次はですね、まあ、いろんなブランド買ったんですけど、キュータクザさんが作ったな、サングラスがナンバーワンですということで、まあこれあの言っていただいて、まあ、僕の視聴者さんやからそうやって言っていただいてますけど、まあ嬉しいなと思います。で次はねスミスが好きですって書いてね、スミスってパッと調べたら見たらなんかオークリーみたいな感じのスポーツサングラスなんですよね。でスポーツサングラスでね、まあ洋服とかでも結構あるんやけど、洋服もスポーツウェアと
私服って若干違うじゃないですか。河川のなんかシャカシャカした感じと、私服ってこういうコットンとかが多かったりするんですけど、それと一緒でサングラスもね、スポーツ用になってくるとね、素材がちょっと変わってくるんですよ。だから見え方も若干変わってくるし、ボールが見やすいように黄色が入ってたりとかっていろいろあるんですけども、まあ、このスミスがどうかは分からんけども、よくオークリーなんかはそういうのがあります。で次がですね、ギュパールっていう、これもよく分からへんけど、ようよう調べたらヴィンテージをモチーフにしてて、フランスのヴィンテージをモチーフにしてるから、ちょっとなんていうの、こうクラシックな、この黒の縁が結構太めのね、ものが多かったんですけども、まあ、そういうところがあったりはするよということで書いていただいておりました。そして、個人的にはドン・キホーテのサングラス、はい、飛ばします。はい、次、ジャパン・メイデンのサングラスが生まれて初めてですということで、ありがたいです。これ姫路が書いてるから、あの人かなと思いますけど、姫路が書いてますね。で次、オークリー一択ですということで、オークリーもね、今回何人かいただきました。次の方もスノーピークかオークリーということで、オークリーはこう衝撃とかにも強いし、こうレンズとかにこうボールが当たったりしても割れたりしないとかっていう強度がしっかりあったりするので、そういうように作られてるんですが、ただ唯一問題点としてはレンズの屈折があるっていうところなんですよね。だから見え方がちょっと長時間つけれないっていうところが、まあ、デメリットであったりするんですけど、逆にこういうねファッション用のサングラスもデメリットがあって、見え方は綺麗にものすごいちゃんと見れんねんけども、耐久性はそこまで高くないので、ボールがぶつかったりとか物をバーンって落としたりとかするとやっぱ壊れやすかったりするって、まあ何でもね、メガネでもその用途がしっかりあるので、そういうのがあります。で次、パーソルどうですか、ちょっとこれも分からへんな、そんなんがあったりとか、あとはねディグナ、アイボル、聞いたことない。アイボルはこれですね、ここにねアイボルっておそらく書いてるかなと思うんですけども、このサングラスがアイボルですね。こういう自由に効くフレームが効くというか、横に広がるようなタイプになってて、なんかスポーツテイストとファッションの間みたいな、こういう感じになってるけども、まあ、スポーツでもいけるっぽい雰囲気に見せながら、まあ、ファッションっぽい感じもあるっていうようなねサングラスかなと思います。そしてポリスとかね、あとオリバーピープルズって書いてあるけども、オリバーピープルズもどっかありましたね。こちらねオリバーピープルズって書いてるんですけど、これはねやっぱりね海外用に作られてるっていうところもあってね、少しねレンズがこう丸いのが多いんですよね。丸いレンズが多い、だからこれは面細い人にはちょっと合いづらいんですけども、まあ、目の丸い人とか二重の人とかには合うようなレンズが多いかなと思います。そして今回出てこうへんかったんやけど、視聴者さんで以前つけてはる人がおったんでね、一回買ってみたんですけど、こちらご存知ですか、マイキータっていうサングラスがあるんですけど、これはねメタルで作ってるちょっと変わった素材の、ドイツのサングラスなんですけど、これはね一番値段が高いです。これは8万3000円ぐらい、もう超え裏返るぐらい、8万で裏返るぐらい高いサングラスになってます。まあ、いろんなねシリーズがあって、こういうメタル系のシリーズがあったりするんですけど、とにかく特徴は何かっていうと、めちゃくちゃ軽い、つけてるかどうかわからへんっていうところで、普段のメガネ用としてつけはる方もいらっしゃるし、まあ、サングラスとしてつける方もいらっしゃるんですけど、キングヌーとかのねドラマーかな、なんかの人がこれかけたりしてるんですけど、僕の視聴者さんでも何人かこれかけてはる方いらっしゃるんですが、こう軽いはいいんですけどね、怖いんですよ。こうパッてやった時にこうボキって言いながら曲がるんですよ。もともとそういうやつなんですけどね。だからこれ壊れんちゃうかなと思うんやけど、まあ一応そういうやつだから大丈夫ですよって言われたんですけど、結構芸能人とかかけてはる方がね多かったりするんかなとか、あと会社系の人とかも結構多いんですけど、まあそういう方がかけてるようなサングラスかなと思います。もうこんなんはね、さっきのオークリーと比べてもらったら分かるけども、全然耐久せないから一瞬で壊れると思いますけど、まあ、そういう用途で作られてるので、まあ、日常でかけやすく、作られてるっていうところなんで、あんまりスポーツの時に使うようなもんじゃないんですけど、去年のね日本一周で、ね、鳥取行った時かな、つけてはった人がいらっしゃるんですけども、まあ、そんな感じのサングラスの人気投票ということになっておりました。まあ、いろんなねブランドがある中で、まあ、近々またこの今回のインタビューでもあったトム・フォードとか、まあ、そういうところも手出してみたいなと思うんですけども、やっぱそれぞれ用途がありますね。こういう感じで、もともとパイロットに作られたのこうガラスで作られたレンズのサングラスがあったりだとか、まあ、このウェイファーラってね、このレイバンのやつなんかはもう一番オーソドックスな定番中の定番って言われてるし、でアイボルなんかはね横にもう芯が入ってないので、ここグニグニなんですよ。めちゃくちゃ柔らかい感じになってるので、まあ誰かかけてもなんていうの、こうフィットしやすいような仕様になってるし、このオリバーピープルズなんかはよく海外セレブの人とかかけてたりするけども、少しちょっと難易度高めというか、そんなに誰でもかんでも似合うような感じではなりづらいというか、でそういうこういうメタル系もそうですよね。ちょっとまあ今僕がかけてるのもそうやけども、ちょっとこうメタル系なんかも人選ぶような感じで、僕中国人みたいになってるけども、まあ、ただねつけ心地が楽なんで、こう毎日つけてて苦にならないっていうのは、まあこういう感じのサングラスになるかもしれないですけど、まあ、たまにのお出かけとかやったら多少フレームがあったりとかしてもねいいかなと思いますので、まあその時の用途に合ったねサングラス、まあ洋服も一緒やから、洋服と一緒のように、まあ、靴もそうじゃないですか。靴もサンダルの時もあれば、革靴
の時もあるみたいな感じで、サングラスも外行き用のもあれば毎日つける眼鏡用もあったりだとか、運転用があったりとかっていう感じでね、まあまあできる限り一つのサングラスで全部こなせるのがいいんですけど、まあなかなかそういう風にはいかないと思うんで、今回ね視聴者さんにまあどういうサングラスが人気なんかっていうのを聞かせていただいたという動画になっております。これねバチッとはまればねめちゃくちゃかっこいい。サングラスは男の特権、まあ女子もつけてるけど、男でバシッと決まったらねもう夏を制したも同然なんですよ。だから皆さんねサングラスを制して夏を制していただきたいなということで、本日はですね人気のサングラスのブランドはどれだという紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。